にちは、ヒロサンダです。今回は、カーズトミカアクションコース、ビクターヨーロッパを紹介します。イモノレーラー、カジュサンド、チャンネル。まずは、箱から見ていきましょう。斜面です。ここにセットオリジナルのマクインがあります。このタワーはイングランドのビッグベンです。そしてこのタワーの高さは56センチにもなるみたいです。すごいな。裏面です。裏面は縦の絵柄です。これだけ入ってました。いっぱいでーす。部品を見ていきます。ベースショー3個。ターンテーブル。ベース台 A と B。柱スペーサー。スドアップ。ジョイン、ガードバー、レンガ表、柱 A、柱 B、柱 C、スーパーロングスロープ、カーブスロープ、ショートスロープ、マップ、ボード A、ボード B、屋根パネル、シートでーす。パネル ABC。セットオリジナルのマクイーンです。レッドメタリックバージョンのマクイーンです。セットオリジナルのマクイーンとよく似たマクイーンがあります。レッドメタリックタイプのマクイーンです。よく似てますね。でも違いはあります。まず口の形が違います。フロントのこの部分も違います。サイドのステッカーも違いますね。ウィアーウィングのマークも違います。後ろはだいぶ違いますね。セットオリジナルの方には名前がありますね。部品だけでこんなにいっぱいあります。それでは組み立てます。ベース B に柱 B をつけます。その上にベースショーを乗せます。柱 C に柱スペーサーを取り付けます。ベース A を乗せます。ベー
USB で走らせ C をつけて、ベース A をつなげます。ベース A にボード A を乗せます。そしてベース小にはボード B を乗せます。そしてこちらの方に柱 B をつけて、ベース小を乗せます。この上にはターンテーブルを乗せます。ターンテーブルの周りにガードバーを3つつけます。ボード帳を載せます。この間にレンガ帳をつけます。ショートスロープにスロープジョイントをつけます。それをベース A につなげます。同じようにカーブスロープにスロープジョイントをつけます。今度はベース A の端につけます。これにもスロープジョイントをつけます。これはタワーの2階につなげます。柱 C をベース A の上につなげます。パネル ABC をつけます。屋根パネルを組み立てます。組み立て完了です。それではシールを貼ります。せーの、パー、せーの、パマップを置くの忘れてました。マップを置きます。マップがあるといいですね。それではマックインを一回か走らせてみます。この場所かっこいいですね。次は2階の部分に置きます。この場所、U ターンがいいですね。カーブスロープを折ります。次はショートスロープを折ります。
落ちてるって感じだな。レンガ橋を渡ってタワーの2階に行きます。勢いよく行くと落っこっちゃいます。タワーの2階には絨毯しかありません。3階に行きます。ターンテーブルになってます。このレバーを押すと回ります。3階からのスーパーロングスロープを降ります。すっごい怖い坂ですね。早い。屋根裏にも隠れることができます。ちらー、全部マクイーンで配置しました。できました。高い。このカーズトミカアクションコース、ビクタワーヨーロッパはいろんな形に組み替えられるから楽しいです。